皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、アラサー女子が春に絶対やってはいけないコート部屋とボブ部屋の NG スタイルについてご紹介します。最近とかもショートヘアだったりとかボブヘアにね、切られる方って結構多いと思うんですけど、美容室行ってその時はむちゃくちゃ綺麗ね、可愛く仕上がるんですけど、家帰った時ってスタイリングなんか微妙やなってことないですか？そういったね、悩みって結構聞くので、今日はこれだけで大丈夫っていうスタイリングのポイントをご紹介します。そのポイントはズバリ顔周りの余白です。ショートヘア、例えばですけど、ハンサムショートにね、皆さん着られる方も多いかなと思うんですけど、美容室行った時にね、仕上げてもらった時、結構ね、耳かけられることが多いと思います。で、その時はめちゃくちゃバランス綺麗かなと思って。で、家で再現する時に、皆さん大体ね、耳にかけるんですけど、かける時に全部かけてる方っていらっしゃると思うんですよね。そうすると、分け目がぴっちり出すぎてしまったりとか、そうすることによってね、少しちょっとボーイッシュな印象。例えで言うと、ちょっと、韓国のアーティストさんみたいな男性向けのヘアスタイルになってしまう、そういった恐れになってしまいます。なので少し顔周りに余白を見せるような耳かけすることによって、柔らかい印象が出たりとか女性っぽい雰囲気が出ますので、ハンサムショートでスタイリングする際はこの余白を意識しながらスタイリングするようにしてください。ぶっちゃけこれだけで大丈夫です。次に切りっぱなしボブ、可愛いですよね。そうやって切られる方も結構多いと思います。切りっぱなしボブの注意点なんですけど、やっぱりパツンと切っちゃってるので、そのまま下ろしてしまうとだいぶ重く見えてしまいます。ボテッとした印象ですよね。なので注意するポイント、さっきも言ったんですけど、やっぱり耳をかけるっていうのは結構ポイントで、耳をかけて少し余白を出す。全部が全部耳をかけてしまうとね、ちょっと余白というかね、結構お顔が前面に出すぎてしまうので、少しね、髪の毛顔周りに下ろしながら余白を作る。あとはやっぱりね、軽くだけね、アイロンだったりとかコテで内に軽く巻いてあげる。そうすることによってね、柔らかい女性らしい印象が出ます。結構ね、スタイル作るとき美容師僕らでも考えることっていうのは、直線的だったりとかに、するヘアスタイルっていうのは男性が結構見やりやすいです。で、女性に関してはやっぱり曲線的、ちょっと丸みを作りながらスタイルを作ってあげると可愛らしい印象だったりとか女性らしい印象になります。なので切りっぱなしボブでもハンサムショートだったりとかでもそうなんですけど、少し丸みを持たせながら余白を作るようなヘアスタイルを心がけてあげると、アラサー女子の方でもめちゃくちゃ似合うヘアスタイルに変わります。やっぱりね、年齢を重ねてくるとちゃんとねスタイリングしないと少し手抜き感が見えてしまったりとか、そうすることによってね、ちょっとおばさんっぽい印象になりがちなんですけど、顔周りだったりとかでスタイリングすることによって若々しい印象に変わります。なのでね、本当に今日ねご説明した顔周りの余白を作る、で少しね丸みを持たせる、そうすることによって印象がだいぶ変わってきますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。今日もね最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような情報を発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。